えー、皆様、こんばんは。2020年2月1日のボギーチャンネル、私一歳の、えー、ボギーテドコンでございます、えー。今日もですね、桜の収録で思いっきり一人でペラ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 喋りまくりまして、ちょっと喉がガラガラしておりますが、えー、聞きにくいでしょうか。 まあ今日の桜で色々ね、お話しさせていただきましたけど、まあ尖閣諸島並高しということでございまして、中国会計のね、あのー、今後の動き、それに対する日本のね、対応策などを、私なりに考えて、えー、今日は5つに分けて提起させていただきましたけど、まあどれか1つでもやらないと私は、あそこはもう、はい、実行支配、 というのが崩さて、まあ、尖閣諸島にね、えー、そういった中共の船が来ると、まあ、パトロールをしてるので刺激するなとのたもう、玉木デニー知事でございますが、まあ、今回の中国海警局のこの法律制定に至っても、 何のコメントも出さないといとうね。本当にあの国に対しては何を忖度しているのか、まあ、米軍については何かやるたんびにうーたら食うたら文句をつけまくりアメリカ本国にまで押しかける始末ところが中共に対しては何一つ言わないどころか実際に王毅外相に会った時になぜそれを言わなかったかと聞かれた時に。 忙しくて時間がありませんでしたなんていうところは本当にひどいなというふうに私は思っております。さて、今夜もですね、今19名の方が来ております。本当にありがとうございます。まあ、政治系のね、キャスなんて本当に好きな人しか来ないとか言われてますけど、本当にこの中にはもうずっと今からもう4年以上前からね、私の方にお付き合いいただいている まさに、えー、戦友、というかもう、古参兵ですよね。もう、当初からずっとずっと、まあ、応援していただいている皆さんも非常に多くてですね、えー、その参議院選挙の時に、えー、私が移動するたびに追いかけてきた皆さんのことを思い出すと、本当に今でも胸が熱くなります。はい。まあ、あの時は日本の心を大切にする党という、ね、まさに保守本流の 党がありまして、まあそこから声をかけられて、えー、選挙なんかね本当に国会議員なんか考えたことのない人間が選挙に出たっていうのを今考えると本当に無謀だったかなと思うんですがでもやるだけやったというやっぱり充実感はありますよ今でもそしてあのね日本の心のように言いたいことがはっきり言える本当にねこうした とは、もう、出てこないんじゃないかなんてね、私思ったりもしておりますけど、本当に、懐かしがるだけじゃなくて、これからどうしようかっていうこともね、考えないといけないかなと思っております。さて、今夜も、サメ肌さんから、ニラスムージー、肉球さんからは、ニラ束でございます。はい、中佐ドラムカンさん、こんばんは。コシさんからは、クラッカー2発で届いております。カツミさんから、ニラ茶で。はい、それから、ミツキさん、コウスケさんからは、はい、 スムー、ニラスムージーが届いておりますよ。ありがとうございます。森の都さん、こんばんはん。それから、ハチさん、いつも、えー、音声のレポートありがとうございます。助かっております。はい、えー、こっちのね、えー、レベルだけ見てはわからんこともあるんでね。ひできさん、沖縄の正確な情報が得られますので、ボギーさんところはということでございます。いやいや、逆にね、あの、沖縄の格言で、 ケラマは見えるが眉毛は見えないっていうのが実はあるんですよね。まあ、あまりにも近すぎて見えないことがあるという一つの、まあ、格言ではあるんですが、まあ、沖縄というね、狭いエリアにいる私がまあ情報を発信することで、それに関していろんなところから反応が来る。そしてそれに対しての新たな情報がまた皆さんからもたらされるということでございまして、私も逆に、 えー、皆さんのね、豊富なやっぱり知識に助けられている部分はあります。どうしても一人だけの力じゃ無理な部分があるんですけど、こうしてリアルタイムで皆さんがね、すぐここで調べてくれたり、乗っけたりくれたりすることは、非常に私にとっては、まあ学びになりますし、ありがたいと思っております。本当に来ていただく、えー、専用友の方々一人一人に、まあ心から感謝申し上げます。それとね、ここを除いている左翼の、 えー、皆さん、それから新聞社の方にも言いたいんですけど、あの、私がなんか間違ってること言ってるなと思ったら、どうぞあの、書き込んで全然構わないんでね。はい。ここに何か書き込むと、えー、ここにいる私の戦友たちから集中攻撃を受けるっていうことは絶対にありません。えー、ここは修羅の場ではなく、本当に 右翼でもなく左翼でもなくというね、そういったポリシーで集まっている仲間たちが集うところであり、いわゆる極がつくような人たちではないんですよね。まあ、保守界隈では左翼と言われてもおかしくないような、本当にど真ん中の人たちが非常に多いと私は思っておりますが、やはり極がつけば右も左も、あの、いくつくところは 同じところだということでございまして、やはりバランス感覚っていうのは非常に大事じゃないかなと思います。はい。都、あの、森の都さんから手厳しい指摘がございます。私も、党員の一人として、本当にあれはまずいと思ってますよ。だってね、国がああいうふうに自粛呼びかけてですよ、飲食店なんか8時で閉めちゃう。ね。そして、 それに付随する関連の業界なんかも、まあ、保証もなくて苦しんでいる中でですね、そうやって呼びかけている側の人たちが朝までキャバクラ通いっていうのはさすがにこれはダメ。ね。今回、えー、離党したということでございますが、まあ、えー、公明党の遠山清彦さん、私もよく存じ,じ,じ上げてますけど、彼は銀次職らしいですよね。 ま、自民党の方では、ま、離党ということであったんですけれど、うん、ま、辞職まではいかないにしてもね、こういったことをやっぱり議員がやっちゃいかんだろうというふうに私は思っております。特に呼びかける側があれはダメでしょうと。もう少しね、あの、国民にそれだけ休防をね、強いてるんだから、自分たちは特権階級ではないんですから、もう少しやっぱり考えていただきたい。これがね、 あのー、牛丼屋に行って3名で牛丼食ったとかだったらまだ、まだ許されますよ。ね。すいません、3名で牛丼食べましたと、もうお腹空いてて、どうしようもなかったですだったらまだしもね。はい。キャバクラ行っちゃったって言ったらこれやっぱりダメじゃないかな。そういう,うに嘘を超えってたっていうのも、それもアウトということでございまして。はい。三月さんからニッコロ指示していましたということでね。まあ本当に、私、 はい、今はまあ、自民党の方にいますけど、まあ、自民党の中のやっぱり日頃精神っていうのはやっぱりなくしたくないんですよね。あの時ね、本当に次世代の党から集まった人たちのあの素晴らしいやっぱりね、思い、そして信念。あれね、本当にもう一度、あの、キラキラした時代が来ないかななんて今でも思っていますけど、それをね、やっぱり追悼させるんじゃなくて、いつしか私ね、この日頃、 はい。日本の心の精神をね、やっぱり自民党の中でやっぱり復活させる。はい。自民党の中の一つのね、まあ派閥ではないんですけど、あの、一つの政策グループとして、日本の心というね、当時の日本の心の思いを持った人たちが集まって、ね、それを中からやっぱり変えていくっていうこともね、はい、えー、必要になってくるんじゃないかななんてね、 思います。はい。秀樹さん。さあ、立憲がキャバクラが良いさんを帰り見ず自民の議員に辞職しろと言うでしょうかと、そうですね。立憲もやってましたよね。誰かはなんかスカートの中に手入れたり、膝に顔を乗っけたりとかしていましたけど、なぜあれ、マスコミに取り上げないのかな自民党側だったら散々に取り上げて叩くはずなんですけどね。はい。ということで、今日早速話題。 前置きが長くなりました。奈良空港で来県者に PCR 検査をするっていうことが今日夕方の知事のね、記者会見で出まして、私はおっと思ったんですけど、ちょっと内容が違ってたようでございますね。はい。まあこれ今日はあの知事の方が、えー、記者会見で発表したことなんですけど、えー、この 来県者に対して、えー、那覇空港の中でですね、PCR 検査をね、えすることがねえ、今後可能になったということをわざわざ発表しています。そのね、プロジェクトを、なんと、那覇エアポート PCR テストプロジェクト、NAPP を整備しましたということで、なんかね、最近、まあ、小池さんにかかわらず、 あの、横文字使いたがる人いますよね。アルファベットでね、なんかつけちゃったりとか。私、あれ見ると本当にね、なんか日本人の質の低下っていうのをね、つくづくやっぱり感じてしまうわけなんですよね。ここは日本なんだから、ね、わざわざ NAPP なんてやる必要ないじゃないですか。それに、これ、なんと、 来県者、来県する方々全員に PCR 検査をするんじゃないんですよ。ね。希望する方に1日100名まで PCR 検査をしますということでございまして、ね。そこで、例えば発熱をしているから強制的に PCR 検査をするとかではございません。来県者の中で、ね。長空港の来た方で、 希望者100名まで PCR 検査しますよっていうのをわざわざ記者会見開いてやってます。将来的には200人に増やすということでございますけど、はい。かつみさん、PPAP。<laughs> まあ、似たようなもんですよね。でもね、私がだったらあの、本当に、日本語でやりますよ。はい。日本語でこういうの。なんでわざわざね、こういう風うに、 アルファベットにするんですかおじいおばあたちわかんないですよ。ぐすいよ、ちゅううなかびらと。方言でね、わざわざ、あの、選挙の時には喋る人間がこういう時に横文字使っちゃう沖縄のおじいおばあなんて、絶対にわかりません。それに、空港にね、到着した方の中から希望者100名まで PCR 検査をできるようにしましたっていうことをわざわざ、ね、威張って、これ、 あの、乗っけるもんでもないんじゃないですか皆さん。どうでしょうね私は、はっきり言って、今、中佐書いてるように、意味があるとは全くね、思っておりません。正直言って。何の意味がこれあるんだろうっていう風に私もやっぱ思っているわけなんですよね。まあ、だから、本当にわざわざ金をかけてね、本当に何をしたいんだろうっていうのが私は思っていますが、それよりは、 ね、空港で熱があるね、乗客については強制的に隔離するとか、PCR 検査を義務付けるとか、そういった条例作った方がよかったんじゃないのなんてね、思っておりますよ。まあ、カルガモさん詳しいことは今後やっぱりね、えー、いろいろ出てくると思いますけど、県職員やりますかねやらないと思いますよ。危険なことに。 県職員多分やらないでね、外部委託するんじゃないかというふうに私は思っていますけど、まあ、秀樹さんからすぐに結果が出るのですかと、まさかすぐには出ないですよね。とりあえず検査やって、後ほど知らせるっていう形になるんじゃないかな、なんてね、私は思っております。さて、沖縄の報道。やっとね、えー、この浦添市長選挙。 まともな報道するところが出てきました。え、これは実は沖縄テレビさん。はい、沖縄テレビさんのキャプチャーなんですけど、この中で沖縄メディアがね、テレビのメディアで初めて、この玉木デニー知事や白間那覇市長が、え、この軍港移設を容認していることをね、報道しました。え、この候補者は、 え、軍港移設に反対をしているのに、応援を、軍港移設を容認している方々を応援として呼び込んだということでございまして。いやー、これね、沖縄のメディアでやっとやっと、はい、報道してくれたっていうことで非常にありがたいですよね。はい、塩ささんどうもこんばんはんこで、えー、ございます。さて、まあ、こういった感じでね、報道したっていうのはまあ、 でも一瞬なんで、はい、一瞬なんでね。まあ、どうなんでしょうね。見た人、どのぐらいいるかな、なんて思うんですけど、まあ、この、玉木デニー知事、はい、玉木デニー知事ですね。なんとなんと、あのー、この、はい、えー、イレイさんの応援ビデオに出演をしていますよ。応援ビデオにね。 はい。そんな中で何を喋ってるかというと、とんでもないことを一応喋っていたんですけど、それがまあこれ。えー、っと、画像が、あれ画像が選べないですね。はい。画像、これかなピはい。こういうふうに言ってます。私たちは全力で頑張るイレイユキさんを応援していますということで。 軍港反対を言ってる方を応援する側が軍港を推進してる。これって、裏添い市民、馬鹿にされてませんか正直言って。いやいや、これ馬鹿にされてるでしょ、やっぱりね。だって、これ私思うんですけど、この井レンユさんの、いわゆる送客大会出陣式などにね、はい。たくさんの人集まりますよ。その中で、 こういったね、玉木デニー知事がため書き持ってきて、入れゆきさん応援しますってパチ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 やってる時に、支援者の誰一人として知事に対してですね、知事、軍港に遺説やめてくださいって誰一人言わないんですよ。そして知事がいる時には、軍港の移設の話にお互いに一言も触れません。二人いる時には一言も触れない。 これって皆さんどう思いますそうです、勝美さん。有権者をなめているんですよね。マスコミもね、入江ゆきさんも、このナ軍港の裏添い施設は最大の争点だと言ってるんですよ。ところが、知事が来たら、その最大の争点を完全に封印をして、何一言も喋らない。ねこれって本当に、 有権者をバカにしてるとしか思わない。ね。喋らなければ、うらい市民気づかないだろう。あははと、多分笑ってるんだというふうにね、私、思ってますよ。本当にね、うらい市民を舐めている。そうとしかね、私はやっぱり思えないわけなんですけどね。まあそういった中で、えー、彼らはこのように、わざわざパルコシティの前に行ってですよ。 浦添いのね、最大のショッピングモール、パルコシティの前に行って、チュラ海に軍港いらないって,って、こんな大きなプラカード作って、ね、写真撮ったり、プラ、あの、パルコシティの、いわゆる、えー、フードエリアはい。フードエリアから海が一望できるんですよ。そこに向かってこれを見せつける。もう本当に卑怯千番極まりない。ね。 これが共産党の、まあ、やり方なんですけどね。まあでもこのチュラウミに軍港いらないって言ってる人たち、この海の掃除なんか一回もしたことないと思いますよ。ね。私、犬の散歩行くときに、できる限りゴミは拾って帰りますけど、こういった人たちが、ここでね、PR 活動してるときにゴミ拾っても見たことない。私、あの、ここでね、外場を建てて、 えー、軍港いらないってアピールしてる人たち何度も見ています。観察してます。しかし、ゴミを拾うことは一度も見たことはありません。時間が来たらね、いそいそと畳んで、ね、車へ乗せて帰る。ね、こんなことばっかりやってる人たち。これって、偽善そのものなんですよね。はい、潮ささん、私もそう思います。こういった矛盾に対してね、自民党はやっぱりね、 あの、街頭演説などでもビシッとやっぱり突っ込むべきです。ね、突っ込むべき。まあ、最近の保守系の候補者っていうのは、相手のネガキャンをしないというふうにね、あの、すごいクリーンな選挙を目指している方多いです。この松本市長もね、そういった感じだと思いますけど、矛盾をね、指摘することは、ね、ネガキャンではありません。ね、玉城デニー知事が応援に入る、知事は 軍港に移設を推進していますと。しかしなんでその推進している方が、移設反対の方を応援するんですかと。ね、そういうふうになっちゃうわけなんですけどね。その矛盾に、まあ、イさんも玉木デニー知事も全く答えていないどころか、二人揃った時には、その点について一言も触れない。そうですね、森の都さん、味噌も何々も一緒だねと。 いうことでございまして、本当にこういった人たちがね、今、えー、着実にま票を伸ばしています。まあ、独自の調査なんですけど、いわゆる、ノンポリの方々の中に、女性だから、若いからということで、指示が今広がっております。はい。女性だから、若いからということで、指示が広まっております。これ正直な話。それと、 今回のコロナ対策で、松本市長は無能だという、ね、こういった、あの、話がね、やっぱりルフされています。ね、共産党がじゃあやってたらちゃんとできたのかっていうふうに私は思うんですが、今回のこの未知のウイルスに対してね、手探りでできる限りのことをやってる中で、やはり不備な点は出てくると思います。しかしそれを、ね、清掃の具にして、 相手を追い落とそうとするやり方はアメリカ大統領選挙の民主党のやり方。これでね、民主党は、あの、アメリカで政権奪取しましたよね。ね、同じ方法でね、日本でもやってくると思います。今の自民党は無策だから。ね、今回のような毒でもないことをやってるから、そういったことをね、あの、言い続けて、 民間の方々の怒りをね、自分たちの支持につなげていく作戦を彼らは今後取ってくると思います。それに対してやっぱりきちんとね、えー、説明責任を果たす。そして、えー、今回の選挙、私大事なのは若年層だと思ってます。若年層。若年層がいかに選挙に行くかということをね、やっぱりこれ重要視しないといけない。ちびぬさんこんばんはんこでございます。 若年層がね、やっぱり動くためには若年層の心をつかむ政策が必要です。ね。白海に軍港をいらない、海を埋め立てない、綺麗な海を守ろうっていうのは非常に響きがいい。いいんです。それをやっぱり覆すようなワンイシュー型の魅力があるグランドデザインを松本市長が今後提示できなければ、え今回の選挙非常に厳しい戦いになる。 えー、ただ今心配してるのは松本陣営の中に、ね、楽観論をね、醸し出してる方が中にはいます。あんなのに負けないよ、大丈夫、絶対勝つよ、ということで。でもね、同じようなことが過去ありました。南城市長選挙。あまりにも強い現職に対しね、新人が挑んだ。ね、どうせ勝つから負けるはずないよと言って、50票差で負けたんですよ。 だから、おらそうい市長選挙でもその鉄を踏んではいけない。ですから、選対関係者の方にもね、きちんとその点は、強くやっぱり申し出をし、手綱を締めてもらうよう、頑張っていただこうかなと思っております。とにかく若者たちに関心を持ってもらう、ね、若者たちの心をつかむワンイシュー型の政策を、これから松本陣営、どんどんやっぱり発信していただきたい。ね。先捉えちゃダメですよ。 今からでも遅くはありません。とにかく、えー、選挙の勝敗の鍵は若年層の投票行動だと私は踏んでおります。ジジババはもう決まってます。投票するところはね。はい。そんなところには期待しないで、ね、本当にワン一周型。これ大事です。つまり分かりやすい。で、ね、こまごまとしたね、 あの、第何次沖縄振興開発計画はどうたらこうたら、え国とのね、連携をとってどうたらこうたらではないんです。私はこうしますよ、ああしますよと。皆さんのためにこういった裏添えにしますという、本当にワンイシュー、分かりやすい政策をこれからね、提起して、若者たちの 顧客をやっぱり掴んでいただきたいと思っております。ということで、えー、今夜のボギーチャンネル、ここにて終了させていただきます。また、お添りの状況とかが入りましたら、また皆さんにお知らせいたしますし、皆さんから何かね、情報を掴みましたら、私の方までまた、えー、伝えていただきたいなと思います。皆さんからの情報が、えー、我々、はい、えー、サイレントサービスの、ね、情報源となりますんで、 ぜひ今後もご協力のほどよろしくお願い申し上げます。では皆さんまた明日お会いしたいと思います。ありがとうございました。